ニューイングランド音楽院は、マサチューセッツ州ボストン市に本部を置く、アメリカが市州国の私立大学である。1867年に設置された。大学の略称は NEC。音楽大学としては最難関であり、アメリカ国内最古の音楽教育施設である。クラシックの他に、ジャズも盛んであり、リディアンクロマティックコンセプトなどを提唱した大学でも、ある。 ニューイングランド音楽院1867年、当時のヨーロッパの音楽大学を参考にエベン、タージーによって設立された。今日では充実した、弦楽学科とジョーダンホールの音響の良さによって知られ、750人の学生と大学院生が在籍している。入学は主にライブオーディションによって決められる。 2005年には968人の応募者から292人の学生が入学を認められた。弦楽、ジャズ、および室内学が有名で、ピアノ学部は最近国際的にも注目されている。同大学は合衆国で唯一アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された音楽学校である。ーホールでは毎年600回を超えるコンサートが催され、 ニューイングランド地域の重要な文化発信地となっている。ありがとうございます。